皆さんこんばんは。ゲームプロデューサーの今泉潤です。広陽次です。この番組は色即是空のエンタメ界で生きる2人が視聴者から募集した話題や2人が気になっていることを語る番組です。なるほど。さて今週もゲストが来てくださいました。高田のアルケミストでジュリアを演じている夏吉夏吉優子さんです。ジュリア役の夏吉優子です。よろしくお願いいたします。助けを求める切なる声、すなわち尊き願いを聞き馳せ参じた次第だ。このジュリア、あなたを新たな主と認め好み果てるまで戦おう。我が身はあなたがための盾、いついかなる時もあなたを一人にしない。はい、ということでジュリア用意していただきました。お願いします。セリフで言うと中音域の熱い声なんだね。そうです ね、はい、ね、そんないい声、ありがとうございます。すごい戦士なんですよ。そうなんですよ。戦士感はあんまないですよね。ないですね。戦えないと思います。でもまあお酒好きそうですからね。あ、そうですね。お酒は大好きでございます。そうなんね。まあその辺も含めてね、自己紹介含めてこうサイコロトークで出た目を喋っていきましょうと、はい、おなじみのコーナーです。はい、週5やってますからね。そうだね、毎日撮ってますから。すごい。いきますよ。はい、あ、やだな。今泉 PA の質問。あ、わ、どうしよう。質問させていただきます。でもたがため私も出させていただいてるんですけど、はい、たがため、ま、ゲーム企画始めようって思ったきっかけだとか、その時の話だとか聞いてみたいです。もう遥かな昔で、遥か、そうです、忘れちゃいましたね。当時シミュレーションゲームがスマホで無理だったです。要はあの難しい、もっと簡単なパズルゲームとか、そうですよね、RPG って言ってももうポチポチポチみたいな、それであんなに動くのが無理無理って言われてて、で僕だからそのもともとドラマ作ってて、ゲームそんなやってきてないんですよ。でスマホゲームじゃなくて、そのガラケーの時にポチポチゲーム流行ってたんです。あの時ってやっぱドラマ作ってたんで、世界観と演出でこうなんとかごまかせてたんですよ。それでそれなりにあのゲームを何個か出てたんだけど、スマホでパズドラ出た瞬間に、これはもう無理無理と思って、ゲームなんて作れないよ、こんな考える人誰考えるの、これやばいなと思って、あの分かんないじゃん。そうですね。で要はどんどんやっぱゲームが複雑化してできる。